こんばんは、さかりょうです。2024年の手帳を決めたんですけれども、その時に習字レビューをこのロルバーノートダイアリー B6 サイズですね、これでやっていきますというふうにお話をしました。で、まあこのロルバーノートダイアリーはここがホチキスで留めてあるとじノートなんですね。で、カレンダーと年間ページで、マンスリーが10月から始まって12月まであった後、このノートページがあります。で、ちょっとね、このカレンダーの部分は保留にしといて、このノートページの部分を習字レビュー、月次レビューに使おうというふうに計画していたんですね。で、まあ習字レビュー、月次レビュー、どんなふうに今までしてたかというと、私昨年はサニー手帳ウィークリーですね、あれをメインの手帳で使っていて、サニー手帳はセミバーチカルなんですね。日付がこうバーチカルなので縦の列のように並んでるんですけれども、まず時間軸がないバーチカル、そして下の方が方眼のメモスペースになっていて、なのでその方眼のメモスペースで習字レビューとか、まあ、1週間コンパスとかをやっていました。で、2024年のメイン手帳をどうするかって考えてた時に、ボッコダイアリー、これをね購入していたんですけれども、ボッコダイアリーはブロックタイプのウィークリーページなんですね。で、そうですね、どんな感じかっていうと、ここにフリーの、まあ、1月とかね書いたマスがあって、あとは月火水木金土日ですね、フリーがあって月火水木金土日で、このスペースだけではちょっと習字レビューができないということで、11月からですね、試験的に他のノートでできないかということで、ちょっとね試しにやっていたんですけれども、こんな感じでね、この B6 の方眼ノートを1ページを、まあこのこういうふうに分割して、で1日から5日、まあ、11月だと6日から12日、13日から19日、20日から26日、27から月末の30日までというふうに分けて、で体調、ハビットトラッカー、それ以外のハイライトですね、1週間の、そういう感じで習字レビューをやっていき、そして月の振り返り、体調とハビットトラッカーとハイライトの振り返りというふうにやってみたんです。でこれでなんとかうまくいきそうだったので、まあ、12月もね、このスパイラルノートに線を引いて、こんな感じでフォーマットを作ってやっていって、で別冊でやった方が具合が良かったんですよ。というのも、そのメインの手帳を見ながらこの習字レビューを書くので、メインの手帳と同じ手帳の、まあ、例えば後ろのノートページとかにすると、こうページを行ったり来たり行ったり来たりしないといけなくって、非常に面倒なんですね。別冊にすればメイン の手帳を開いたまま、こちらの習字レビューのノートを開いて書くことができるので、で別冊にしようと思ったわけです。そして、まあ、これをね、ペンギンのロルバンダイアリーが欲しかったんですけど、今年はロルバンダイアリーは買わないって決めたので、まあ、この薄いノートダイアリーだったらいいだろうということで買いました。でノートページにこの習字レビューをやればいいじゃないかと思ったんですけれども、これともう一つね、クレジットカードの利用履歴もつけたいなと思って、やっぱり11月からねちょっと試しにやってるんですよ、このスパイラルノートに。ちょっとね生々しくてお見せできないんですけれども、でそれもまあ試しに2ヶ月やってみたんですけれども、やっぱりねクレジットカードの利用履歴って、私
家計簿アプリの財務というのを使っているので、連携させてればそのカード会社からのデータを引っ張ってきてその家計簿アプリに表示することはできるんですね。できるんですけど、ちょっとタイムラグがあるのと、例えばネット通販で買った場合、これはお店によるんですけれども、買った時点ではなくて出荷された時に決済が進んでって感じで、なのでまたさらにタイムラグがあったりして、で把握しきれないというかですね、気がついたらそういえばこんなのも買ってたな、ここで使ってたなみたいな感じになる時がありまして、なのでちょっとアナログでね、もう買った日に書くとかね、そんな風にやっていってみたらどうかなということで、で2ヶ月間試しにやってみたんですけど、これはちょっとねもうちょっと続けた方がいいなということで、はい、なので週次レビュー月次レビューのページとクレジットカードの利用履歴のページと1ヶ月に4ページ必要だなということになったんです。そうなるとですね、このロルバーンノートダイアリーはノートページが29ページなんですよ。意外と少ない。はい。で、週次レビューと月次レビューだけだったら1ヶ月2ページだから足りるんですけれども、そうなるとまたクレジットカードの利用履歴を書くノートを手に入れなければならない。で、このロルバーンノートダイアリーを手に入れたとしてもページ数的にはねいいんだけど、このマンスリーを使わないし、うーんということで、はい。でこちらね、これは古川志向と中林のコラボのロジカルノートなんですけど、イベントで買ったものです。でそういえばこれがあったなと思って、ちょうど B6 サイズだし、はい、B6 サイズにこだわるのはボッコダイアリーが B6 より少し縦が長いんですけど、一緒にね使うのでサイズを揃えたいなと思ったんですよ。はい。でこれは5ミリ方眼で80枚もあるので、こんなにいらないんだけれども、ページ数に関しては足りるということでフォーマットをね作りました。はい、こんな風にね作ってみたんです。作ってみたんですけど、ちょっとねこの状態じゃ多分わからないと思うんですが、方眼の線がね薄いんですよ。私にはこのスパイラルノートと比べるとだいぶ方眼の色がね、この線の色が薄くって、この線を頼りにラインを引いてたんですけど、どうもうまく引けてない、ずれたりとかしていて、あとはスパイラルノートをね、なんで使い続けないかっていうと、ページ数が足りないっていうのもあるんですが、このリングがね、リングがやっぱりちょっと邪魔だなって思うことがあったので、閉じノートでしたいって思ったんですよ、この時に。でこれはリングがこの真ん中がないからもしかしたらいけるかもって思ったんですけど、やっぱり邪魔なものは邪魔だなって思ってしまって、はい。それともう一つハビットトラッカーをね、サニー手帳の時は年間ページでつけてましたけど、ボッコダイアリーはちょっとスペースが足りなくて作れないので、もう振り返りをするぐらいだったらこの週次レビューのねノートに書いちゃおうということで、12月はハビットトラッカーをこちらにもつけてたんですけれども、これねジグのクリーンカラードットで印をつけてるんですが、結構透けちゃうし抜けてる部分もあるんですよね。かなり軽く押してるんですよね、ちっちゃく。でこれはちょっとどうしようかなって、はい、思って、でどうしようかなってところだったんですけど、結局ね文具店に行って今日探したんです。B6 の方眼の閉じノート、
探したんですけれども、一冊ねあったんですよ。あれどこのだったかな、黎明富士だったような気がするんだけど、あったって思ったんです。でページ数も64ページあるから、まあ十分だなって思ったんですけど、6ミリ方眼だったんですよ。なんで6ミリかって思って、でまあ6ミリでもその6ミリに合わせて線を引けばまあなんとかなるかなって思ったんですが、週次レビューと月次レビューはいいとしても、クレジットカードの利用履歴がちょっとね収まらないんですよ。マスが足りないんですよ。でうーんって思って、でそういえばロルバーニーはこのノートダイアリーの他にノートがあるじゃないかということに気づいて、こちらですね、買ってきました。はい、これ B6 サイズです。これもね64ページあるので、はい、同じようにそのあれホチキスどこ行った、ホチキス止めで、はい、で線の色もねちゃんとはっきり見えますし、そうロルバーニーのこの線はね点線なんですよね。うん、このねロジカルノートの線が本当に薄いんですよね。私には紙の色はねいいんです。このスパイラルノートは白いけど、こっちのロジカルノートは真っ白ではないですよね。かといってこのロルバーニーほどの黄色でもないし、でもうちょっとね本当見えにくいです。もしかしたらこれも点線なのかな、それもあるのかな、うん、はい、ということで長くなりました前置きが。今日はこの急遽買ってきたロルバーニーノートにフォーマットを作っていきます。はい、でどういうフォーマットにするかっていうのはもうこのこちらね作ったやつを見ながらやっていきます。はい、これをね切って貼ればいいじゃんって思われるかもしれないんですけど、それも考えたんですけども、ねこの裏の方に次のページにクレジットカードの利用履歴を作ってしまってるので、はい、頑張ります。ラインはこのエナージェルインフリーのラフグレーで引きます。じゃあ線を引いていきます。まあ、なのでまたねロジカルノートはロジカルノートでちょっとまたお休みというかね、いやーまさかねこんなことになるとは思っていませんでしたが、はい、はい、線を引きました。すいません黙ってしまって作業しながら喋れない。でこのシールを剥がせるかな、できれば再利用したい、どうかな、
マステ素材だったと思うんですよね。よし、剥がれた。剥がれたけど、貼れるかな？粘着力がちょっと気になりますね。はい、なんとか大丈夫そうです。はい、なのでこの丸シールもできれば取ってしまいたい。このね、シールの色分けは何の意味もないです。順番に貼ってるだけです。はい。この黄色はもうなんか同化してしまっている。なんでね、この習字レビューをやるかっていうと、前にもねちょっとお話ししたことありますけど、この1週間で振り返っとかないと月の振り返りが非常に面倒なんですよ。ちょっと私もね、もうどのぐらいこの習字レビューをやってるかちょっと記憶にないんですが、やめてみたことがあるんですね。それなりにこの習字レビューって時間がかかってしまうので、やめたことがあるんですよ。本当にいろんな方法でやってきたんですけど、アナログだったりデジタルだったり、まあやめたらどうなるかっていうのを試してみたら、月の振り返りがね本当に大変で、1日のそのログを全部見ないといけないので大変すぎて、もう絶対ちゃんとやろうって思ったんですね。やらなければ何か命に関わるのかって言ったら絶対そんなことはないんですけど、はい、そう、月の振り返りがねとっても面倒だったので、週で振り返っておけば、この例えば1月だったら 1,2,3,4,5 約5週分のこれをね振り返ればいいんですが、これをやってないと31日分振り返らないといけないので、で、あれ？あ、そっか、これはこっちで、じゃあなんでね月の振り返りをするのって言われたら、1年間の振り返りが楽にできるようになんですね。はい、これね、なんで貼ってたかっていうと、このハビットトラッカーのクリーンカラードットをこう閉じた時に、ここが汚れないように貼ってました。はい、で、まあね、なんでその月次レビューをするかっていうと、1年間の振り返りを楽にするため、もしくは、四半期ごとの振り返りを楽にするためなんですね。じゃあなんでね年次レビューをするかっていうと、私今年何したっけっ
ってなるんですよ。もう思い出せないです。思い出せても12月のまあ下旬ぐらいのことしかね、もうあんまり思い出せなくって、なので年次レビューをやりたいから月次レビューをします。月次レビューをやりたいから週次レビューをします。週次レビューをやりたいから毎日のログをつけてます。記憶が全く当てにならないからです。はい。で、今フォーマットできました。でハビットトラッカーのフォーマットを作っておこうかな。はい、私2ページ取ってないよね。はい、まあ2ページ取っててもいいんだけど、1,2,3,4,5,6,7 だけどここでいいかな。はい、ひとまずブルーブラックで書きます。項目はね、もう頭文字だけですね。で、これは日付です。で、できたらこのクリーンカラードットでポンポンポンと押していきます。はい、これは後でやります。で、次はクレジットカードの利用履歴を作ります。で、こちらはまず皆さんはあれですかね、これはどうしようかな、こっちから行こっか。多分はい、皆さんはあれですかね、じゃあ分かんないですね、どうされてますか、このクレジットカードの利用の管理みたいなの。まあ、そのさっきも言ったように家計簿アプリだとか、あとはそのクレジットカードのそのサイトとかアプリとか今ありますよね、確認できるのが。そこでねやればいいんだけど、やっぱりそれもすぐに反映されるものもあれば、その使ったお店とかのが送信しないといかないわけですよね、データがね、そのクレジットカード会社に請求をしないと。なのでやっぱりね、なんかタイムラグがあって、それを待っているとなんか忘れてしまうんですよね。忘れること自体がおかしいんですけど、次回はこっちにしようかな。はい。で、私は今クレジットカード3つ持ってるんですね。持ってるというかまだ持ってるんですけど、今使うのは3つです。
で、その3つがそれぞれね、締め日と引き落とし日が違ってくるので、そこもまたちょっとね、どっちだっけとかなってしまうので、まあなので、例えばこの Amazon カードは末締めだから、まあ1ヶ月分まるまるここに書くことができるんですね、あの暦の月で。でこっちのTS キュービックだと5日締めなので、なのでちょっとねそこが合わないんですけれども、そこはあまり気にせずに、はい、把握するのが目的なので。で、これは映ってますかね。皆さんはどのぐらいカードを使っていらっしゃるのでしょうか。私はね、本当は2つで良かったんですよ。まあ、Amazon でよく買い物するので、Amazon カード作りました。で、他のものも、この Amazon カードでほぼほぼ良かったんですけど、まあ、ちょっとイオンをね、よく使うようになって、そうなるとイオンカード持ってた方が何かと、特典があるので、あ、違った。なので、イオンカードも作ったんですね。でもこの2つで十分だったんですけど、車を買い替えた時にこの TS キュービックに入らされてしまってですね、年会費もかかるから本当に私にとってはちょっとありえないんですけど、だってね、アマゾンとイオンは年会費いらないから、まあでもしょうがない。はい。で、このあとですね、それぞれのところにもうその決まってる、毎月引き落としされる、そのカード払いで毎月引き落としがされるやつ、例えばプロバイダーの利用料金とか、アップルに払っているサブスクとか、そういったものも固定されているものを書き出しておきます。これも本当ね、日にちがバラバラなので決済される、忘れてしまうんですよね。なのでもうこれは確実にカード利用になるのでっていうのをまず書きます。はい。であとは使ったたびに書いていくっていう感じですね。はい。でこっちの余白の方はですね、付箋に貼ってあるんですけど、その毎月じゃなくって1年間で引き落としされるものとか、そういったものを付箋に書いてるので、こっちに持ってきて貼りたいと思います。はい。というわけで今日はですね、習字レビューのフォーマットですね、この上の方に月次レビュー書きます。なので、まあ、月次と習字レビューのフォーマット、それからクレジットカードの
利用を把握するためのフォーマットを作りました。はい、ということで無事にね、なんとか B6 の方眼の閉じノートを手に入れることができたので、はい、2024年はこれを使いたいと思います。ほんとないですよね、 B6 の閉じノートの方眼って。よかった、ロルバンがあって。はい、ありがとうロルバン。ということで、はい、本日の動画は以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもいつも本当にありがとうございます。とても励みになっています。あと私はブログ、 XQ、 Twitter、 Instagram、 スレッズもやっています。概要欄にリンク貼っていますので、よろしければそちらにも遊びに来ていただけると嬉しいです。それではまた。